衛装備庁が、ついに、レールガンの洋上射撃試験で成功との発表。今回は、レールガン世界初の洋上射撃試験成功を詳しく深掘りしていきます。アメリカでさえ断念しているレールガン開発、日本が世界をリードする時が来ましたね。日本がアジアのシリコンバレーへと変革している中、新たな発電システム開発も進んでいます。中国も現在ガラパゴス化しています。今まで各国から盗んできた知識が入手困難になり、経済も崩壊です。そういえば、学術会議の中国メンバーは排除しないといけませんね。2023年10月17日に、日本の防衛装備庁は、開発中のレールガンを、実際の海上自衛隊の艦艇に搭載した形での洋上における発射テストを行ったことを公表。レールガンとしては、世界に先駆けた取り組みとなった。今回の試射テストにおいては、その発射時の状況を収めた短い動画も SNS 上で公開されているが、レールガン自体しか映っていない絶妙のアグルで、海上自衛隊のいかなる艦艇へ搭載したのかは伏せられている。公開された動画は、洋上で発射されるレールガンの発射時の銃口部付近のみを左右、斜め右下、上の4つ視点から捉えたもので、艦艇の種別がわかるような映像は一切映り込んでおらず、特定は困難だろう。レールガンは、弾丸を従来の火砲塔のように火薬を使用して撃ち出す仕組みではなく、電気を用いて、電流をレール上に流すことによって電磁気力を発生させ、その力で打ち出す手法を用いた兵器である。従来の火砲と異なり、火薬等の爆発力を利用して弾丸を打ち出すものではないため、今回 SNS 上に公表された動画においても、銃口部が発射の反応で動くような様子もなく、極めて静かに動作しているように見える。レールガンは、これまでに日本以外でもアメリカ、ロシア、中国、トルコなどが開発を推進しているとされてきたが、最も先行していたとおぼしきアメリカは、2021年に開発の中止を公表するなど、取り組みにばらつきは生じている。アメリカがレールガンの開発中止を発表したことで、その実用化を危ぶむ声も聞こえていたが、今回、日本は、なんとか洋上での発射テストを成功させたことで、その実用化が現実味が帯びてきたと言えるのかもしれない。日本では昨年2022年末に海底の上で閣議決定された防衛力整備計画の中に2023年度分の防衛予算に238億円のレールガン開発に向けた費用を計上していた状態で、早くもこの投資の成果を反映させた形となった。日本におけるレールガン開発の道筋は、まず小口径のレールガンで実用化を実現した後、次に中口径のレールガンの開発を推進する二段構えで進められる予定とみられ、今回は第一段階の小口径であったと考えられる。日本ではレールガンを陸上の特定の場所に固定設置するものと、今回の発射テストのように艦艇に搭載するものとの二つの用途で実用化を目指しており、現時点では2027年を目標に開発を進めている段階である。防衛装備庁では、電磁気力を利用して弾丸を発射するレールガンは、従来の火薬を用いた砲と比較して、弾丸の発射速度を極めて高速にすることが可能になると見ており、その特性を活かした活用法に期待を寄せている。具体的には、防衛装備庁では、レールガンにおける弾丸の初速を、秒速2000メートル以上とする目標を掲げており、これは、例えば現在の火砲の代表例である、戦車砲の 120mm 砲弾が、およそ秒速1750mほどであることより、はるかに高速である。すでに、防衛装備庁では、陸上の施設内におけるレールガンの発射テストは、これまでにも行っているが、そこでは、弾丸の初速が、秒速2300m弱をすでに達成しており、掲げる目標値が現実的であることは証明されている。では、こうした物理的なレールガンの高初速な弾丸を、いかなる用途に用いることが想定されているのかといえば、敵のミサイルを迎撃する手段としての対空、防空兵器としての用途や、敵艦や対地攻撃用途が挙げられている。
個人的にはいかにレールガンの弾丸が高所速とはいえ飛来する敵のミサイルを迎撃するためには弾丸自体は未誘導であると思われるため敵ミサイルの軌道をいかに正確に把握して発射するのかが問われるのではないかと感じる。このあたりの部分は今後ますます高速化が予期される極超音速兵器をいかに捕捉するのか等しレーダー等の周辺機器との素早い連携が必要になると思われ、そう簡単に解決できる問題ではないのではないかとの疑問もよぎる。逆に敵艦攻撃や対地攻撃用途を想定した場合、その弾丸の高所速を生かした昇降系ながら比較的威力の大きな攻撃手段の一つとして利用できる可能性は高いのではないかと思え、そちらの実用化の方が早いようにも感じられる。いずれにせよレールガンでは先行していたと思われるアメリカが、イギリスの BAE システムズ社等と進めていたその開発を諦めた大きな理由は、運用に必要な大電力の供給と射程の短さがネックとされたと記憶している。これらの課題個人的には若干の違和感を感じていた。しかしこれは防衛装備庁が公表しているレールガンの研究過程を変える電気の力という資料によって、一貫してレールガンが射出する物体を弾丸だと表記していることに倣ったものであると推察することができる。このレールガンの研究過程を変える電気の力という資料では、レールガンを電気の力を利用して弾丸を発射する将来砲と記述しており、火薬を使用する火砲と比して非常に高速な弾丸初速を実現するものと定義している。よってそこではレールガンの特徴を前述したように、1秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能に電気使用のため弾丸初速の調整が可能で火薬より安全、3弾丸自体が小型で探知や迎撃が困難だとしている。1の秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能という点はこれまでにも記述してきた通りだが、2の弾丸初速の調整が可能で火薬より安全という点は電気を用いることで生じる大きな利点であろう。火薬を砲弾の推進力として使用する従来の火砲は、例えば戦車砲の場合、44口径 120mm 滑降砲よ、ルル、55口径 120mm 滑降砲が長射程であるというように、重心長が物理的に長い方が砲弾をより加速させ長射程高威力を実現させる。これがレールガンの場合、電気をエネルギーとして弾丸の発射に用いるため非常に瞬発力が高く、短い砲身であっても極超音速に到達する速度で弾丸を発射可能で、かつ電力の調整でその性能を容易に制御できるとされている。こうした電気を弾丸の発射に用いることの利点は、言うなればガソリン等の内燃機関のエンジンを搭載した車と電気モーターで駆動する車との特性の違いとよく似ており、後者が出だしから高い出力を発揮できることを想起させる。また通電させる電気の量を調整することで弾丸の初速を制御できるということは、状況に応じて電力消費量を抑えられることを意味し、ある意味汎用性の高い運用が実現できる可能性を示唆するものとも言えるだろう。日本の試作段階でのレールガンは口径 40mm、 全長約 6m、 重量約6トンの砲自体から全長約 160mm、 重量約 320g の弾丸を総エネルギー 5MJ で 8.5kV の電圧を用いて発射する仕様となっている。 40mm という口径は現状における海上自衛隊の護衛艦が搭載している火砲が主として 76mm や 155mm であることに比すれば、まさに艦砲というより機関砲に近い小口径であり、
効率的に運動エネルギーを活用するものだと感じられる。この 40mm 口径が小型のレールガンであると考えると、今後の中口径というものがどの程度の大きさを想定しているのかが気になるところではあるが、現時点ではそれについて判断できるような情報はまだ見当たらない。2024年度に配備される F-35B 戦闘機の航空自衛隊の配備先が決定した。防衛省は2023年8月31日に発表した令和6年度予算の概算要求において、同年度中に航空自衛隊ニュータバル基地へ最初の飛行隊となる臨時 F-35B 飛行隊仮称を発足させる方針を明らかにした。そこで今回は配備にベストなニュータバル基地の位置について詳しく深掘りしていきます。加賀の監視四角に魔改造、伊豆、モノ第2弾魔改造計画が始まります。メガネ君の減税よりも、一括給付の方が経済効果大ありのような気がするのは私だけかな。防衛省は、2021年7月に作成した F-35 の航空自衛隊ニュータバル基地への配備についてというタイトルで記された資料の中で、ニュータバル基地に配備される F-35B は将来的には防空任務に従事することになるが、当面は運用試験と機種転換訓練を実施する予定であるとしており、臨時 F-35B 飛行隊仮称はその任務にあたる飛行隊になるものと考えられる。この F-35 戦闘機をめぐっては、日本政府が2018年12月18日に航空自衛隊が運用している短座型の F-15J の165機と、複座型 F-15DJ の48機の合計213機のうち、能力向上改修に適さないフレムシップ機の99機を後継機として F-35 105機導入し、そのうち42機をストブル短距離離陸垂直着陸型の F-35B とすることを決定している。そういった経緯のもと2020年度から機体の調達などを開始して現在に至る。その導入される F-35B は航空自衛隊が運用するショート、テイクオフ、バーティカル、ランドイングの頭文字から取られて呼称される初のストブル戦闘機であり、また必要に応じて海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に搭載されて運用されることもあり、どこの基地に飛行隊が置かれるのか注目されていた。しかし、ニュータバルへの F-35B 配備というのは、随分と前から決まっていたという話がある。ニュータバル基地に F-35B 戦闘機を運用する飛行隊を配置するという構想は、2018年の F-35 導入方針決定以来、幾度となく、日本のメディアでも報じられていたが、2022年7月16日に岸信夫元防衛大臣が行った記者会見の中で、約20機からなる F-35B の1個目の飛行隊をニュータバル基地に配置する方針が示された。さらに、この記者会見から遡ること約半年前の2022年1月14日には、ニュータバル基地の地元自治体である宮崎県新富町の小島隆明町長と、隣接する西都市の橋田和美市長が防衛省において岸元防衛大臣と面会し、 F-35B の配備に関する意見交換をした後受け入れる意向を決定した。これらのことから臨時 F-35B 飛行隊仮称のニュータバル基地での進展は2022年の早い段階で確実になっていたと言っていいでしょう。それ以前に2018年の導入方針を決定した時点で
ある程度は決定していたのかもしれません。飛行隊の設置が、なぜ、ニュータバル基地なのかという誰しもが思う疑問があるが、航空自衛隊がその所在地である新富町役場に対して、次のように説明をしている。現在、すでに自衛隊施設を整備中である鹿児島県の馬毛島での訓練が円滑に行えること、海上自衛隊の5基地に配備されているヘリコプター搭載護衛艦加賀との連携を深めていくのに最適な位置であることから、ニュータバル基地に F-35B を運用する飛行隊を置く構想を固めたと説明した。前にも述べたように、F-35B は短距離離陸、垂直着陸といったストブル能力を備えているが、この能力を運用する際には、機体後部の推進用ターボファンエンジンに加えて、リフトファンと呼ばれる揚力発生用のファンも駆動させるため、推進用ターボファンエンジンのみで飛行する F-35A よりも生じる騒音がものすごく大きくなるのだ。このため、防衛省は、新富町役場に対して、ニュータバル基地に配備される F-35B のストブル運用訓練を当地で実施する場合は、緊急事態を想定した最低限のものに限定し、本格的なストブル運用訓練は馬毛島で行うと説明した。実を言うと、航空自衛隊は、これまで、艦艇における戦闘機を運用した経験がないに等しく、出雲型護衛艦で F-35B を運用するためには、これから、海上自衛隊との密接な連携が必要不可欠となっているのだ。そこで、出雲型護衛艦の2番艦である加賀は、2021年度に、1番艦出雲に先駆けて、艦首の形状変更などの大規模な改修を行っており、これらのいわゆる軽空母化計画が、F-35B の艦上運用体制が確立するとともに、有事の際にも、大きな役割を果たすと期待されている。出雲は、2021年10月に F-35B の発着艦試験を米軍共同で行っている。この訓練時に使用された F-35B は、米海兵隊岩国航空基地に配備されている第242戦闘攻撃中隊の所属する機体であった。海上と航空の両自衛隊が、出雲型での F-35B の運用体制を確立させるためには、事前の米海兵隊との密接な協力が必要不可欠なのだ。これは、新富町役場に対する説明では触れられていなかったが、実は岩国航空基地に近いということも、ニュータバル基地が F-35B の配備先に選ばれた理由の一つであると言っても過言ではないだろう。それでは、有事を想定しても、一番の戦域となる那覇基地より新田原基地が選ばれた理由は何だったのでしょうか。中国侵略が最も予想される南西諸島の島嶼防衛が、日本の安全保障上の最大の課題であることも、F-35B を運用する飛行隊がニュータバル基地に配備されるこことなった理由の一つだと言われている。確かに、航空自衛隊の戦闘機が配備されている基地で、最も南西諸島の島嶼部に近いのが那覇基地であるが、この那覇基地は、有事の際に先制攻撃を受ける可能性が最も高いため、F-35B 運用候補基地として選ばれなかったのではないでしょうか。たとえ、那覇基地の航空反撃能力が一時的に失われたとしても、艦艇や航空自衛隊の戦闘機を運用する基地以外からの運用も、可能な柔軟性の高い F-35B を、南西諸島の島嶼部から、さほど遠くないニュータバル基地に配備しておくことは、中国に対する抑止力強化の面でも合理的な考え方だと言って間違いありません。ニュータバル基地では着々と受け入れ準備が進んでおり、防衛省は有事の際、基地への先制攻撃による航空反撃能力の消滅を避けるため、2021年度からは航空自衛隊基地へ航空機などを分散配置するための分散パッドの整備を進めているが、その整備もニュータバル基地から開始されている。また、防衛省は、前述した新富町役場に対する説明の中で、ニュータバル基地への F-35B の配備に伴い、指揮所や格納庫のほか、訓練場などの受け入れ施設の整備も予定していると述べていた。令和6年度予算の概算要求 7.7 兆円の中には、
これらの受け入れ施設を整備するための経費も計上されている。航空自衛隊向けの F-35B の初号機導入は、2024年の秋頃を予定しており、戦力化を完了するのは、かなり、先のこととなっているが、これまで述べてきたように、選ばれるべくして配備先に選ばれたと言っても、過言で鼻に疑る基地の F-35B の受け入れ体制は、着々と構築されており、それは、馬毛島改造計画も同様である。F-35B 垂直離着陸機の騒音が大きい理由として、通常は、出力を絞る着陸時も、最大出力でエンジンを噴火すことと、その間も、低空に一定時間止まらなければいけないからである。そこで、ニュータバル基地では、比較的騒音が少ない水平着陸を行い、垂直着陸訓練をする場合は、馬毛島で実施するようにすれば、騒音被害は、F-35A と同程度に収まると考えていいのではないでしょうか。現在建築中である離着陸訓練基地の馬毛島に近い、海自根拠地、通行ルートとして使われる豊後水道に近いという観点から、地政学的にも、地元の理解が得やすいと考えるとニュータバルの一択しかないのだ。ただし、敵対勢力として、航空基地攻撃能力は、南西諸島の方だけ向いているわけにはいかないので、基地防空や有事の分散先まで並行して考えて策を打っておかないといけません。やがて、海自の艦載機航空隊の組織が必要になると思いませんか？今は、常駐を想定していないから、空自が F-35B を運用するけれども、本格的な空母建造及び運用が視野にあるのであれば、指揮系統の複雑化を避けるためにも、海自航空隊は必要だと思慮する。海上保安庁大型巡視船巡航型弓張りが、いよいよ就役するとの情報を入手しました。今回は、この大型巡視船巡航型弓張りを中心に、尖閣や南西諸島警護について詳しく深掘りしていきますね。レールガン搭載すればいいけど、尖閣諸島での中国海峡局の動きが徐々にエスカレートしている、現実とフィリピンでの行動を見ると、日本にも、あの態度と行動を仕掛けてくると感じています。石原さんが尖閣を購入していれば違った現実が今あるでしょう。艦の暴走でこのざまになるとは残念です。日本の海上保安庁では、今年2023年2月に進水を果たしていた総トン数で、6000トン超級の巡航型巡視船の3番艦である弓張りが、この2023年11月30日に就役を迎えることの正式発表を行った。巡航型巡視船は、ヘリコプターを2機搭載する形式の大型巡視船としては、最新鋭の艦級であり、ネームシップであり、1番艦である巡航は、2020年2月、2名番艦の朝凪は、2023年7月にすでに収益済みである。一番艦である、巡航の建造費はおよそ172億円とされており、総トン数で6742トン、全長が約 140.0 メートル、全幅が 16.5 メートルの艦体を持ち、海上自衛隊の最新鋭の藻が、身型護衛艦とさほど変わらない規模艦とも言える。海上保安庁では、巡航型の前に、同様に、6000トン超級の大型巡視船として、四季島型、秋津島型、黎明型を就役させているが、これらは、基本構造に軍艦形式を採用しており、建造費用は高額であった。これ対して巡航型では、その基本構造は、
民間の商船をベースとした形式が採用されており、建造費用の圧縮によって、ある程度の数を揃えることと、それによる南西諸島方面での対応力の強化の両面への対処が基とされている。南西諸島方面の警備体制の強化といえば、まず、真っ先に、尖閣諸島周辺海域への中国海峡局の船舶の侵入の状態化が頭に浮かぶと思われるが、尖閣諸島を管轄区域としているのは、海上保安庁の中でも第11管区海所保安本部である。これに対して、巡航型は、今回の3番艦である弓張も含め、3隻すべてが第10管区海所保安本部に配属されることとなっており、中国と対峙する最前線たる第11管区海所保安本部を強力にバックアップする配置だと考えられる。尖閣諸島を管轄区域とする第11管区海所保安本部には、同諸島専従の警備体制が、2016年2月、総トン数は、1700トンの1000トン型国先型巡視船10隻を集中配備する形を構築しており、小回りが利き、かつ、ある程度の長期連続出動にも耐える体制を敷いている。これらに、先型巡視船に比して、はるかに、船体の規模で、大型な6000トン超級の巡航型巡視船等は、万が一の大きな非常事態の発生時にも、同時複数に対処することと、連続の出動時間が長時間に及ぶことを想定している。そのため、今回の弓張も含め、巡航型の3隻と、四季島型の四季島1隻、レ、イネイ型の黎明と、暁の2隻の合計6隻の6000トン超級の大型船が、第10管区海所保安本部に配属されることとなっているのだろう。第10管区海所保安本部は、都道府県で言えば、熊本、宮崎、鹿児島にまたがり、海で言えば、東シナ海、八代海、太平洋、フィリピン海の一部にまたがる広大な区域を管轄下としており、南シナ海に通じる日本の交易路に直結している。昨今は、中国は、南シナ海の大半を自国の領域だとする主張を、実力をもって誇示する姿勢を強めており、フィリピンとの対立や、アメリカ軍機に対する同海域、及び、その上空での威嚇行動を富に激化させてきている。何しろ、中国は、今年2023年に国内で発表した地図に、これら南シナ海やインドと係争中の山岳地域を自国領だと表記する動きを見せており、こうした姿勢を今後も強めることはあっても、弱めることはほとんど期待できない。そうした現状を踏まえた場合、海上自衛隊はもちろん、海上保安庁の強化も、日本にとっては喫緊の課題であり、話し合いによる平和的な交渉は、継続しつつも、残念ながら、万が一の衝突への備えを怠ることは、できなだろう。さて、今回の弓張に話を戻せば、総トン数6742トン、全長約 140.0 メートル、全幅 16.5 メートルであることは前述した通りだが、機関部には、4機のディーゼル機関を備える CODAD 方式が採用されている。この機関部の構成によって、弓張は最大出力で36000馬力を発生させ、最大速力は25ノット以上を発揮。その艦尾には回転翼機用の飛行甲板と格納庫を備え、2機の回転翼機を運用することが可能となっている。弓張を含む巡航型巡視船においては、搭載する回転翼機は、現エアバスヘリコプターズ社製のユーロコプター EC-225 シュペルピューマ MK-II タスが採用されており、これは大型の輸送汎用回転翼機である。ユーロコプター EC-225 シュペルピューマ MK-II タスは、操縦者を含む3名の乗務員以外に、最大で24名もの搭乗者を収容できるスペースが確保されており、物資の輸送から救助任務にまで、幅広いよ。
KIIタスは、陸上自衛隊でも4機が調達されているが、その用途は特別輸送任務に限定されており、皇族、総理大臣並びに、海外からの重要人物の移動の際に使用される機体となっている。今回の弓張りを含め、6000トン超級の大型巡視艦6隻が第10管区海所保安本部に配備されることは前述したが、残りのこれらの大型巡視艦は、秋津島が第3管区、で、2名型3番艦の朝月が第11管区に配備されている。こうした中で、今は、第10管区海所保安本部に配備されている四季島が、最も慣例の進んだ船舶であり、1992年4月に就役。総トン数は7175トン、全長は 150.0 メートル、全幅は 16.5 メートルと、海上保安庁で最大規模の巡視船である。四季島は、建造開始の時点では、世界の巡視船の中で、最も巨大な船舶であったが、現状では、中国海峡局の船舶2隻がこれを上回っているとはいえ、それでも、世界で、有数の大きさを誇る巡視船であることは間違いない。1990年に寄港された四季島であるが、これほど、巨大な巡視船が海上保安庁向けに建造された理由は、日本が行ってきた原子力発電所の運用を担うためという、その当時の政治的な情勢から生み出されたものだった。日本が自国の原子力発電所を稼働させた結果、そこで発生した使用済みの核燃料は、イギリス及びフランスの処理工場に送られ保管されていたが、年々増加するその使用済みの核燃料を再利用する手法が行われることとなった。そのために、イギリス・フランス両国に保管されていた使用済みの核燃料を、再度日本へと輸送する必要が生じ、その輸送には、万が一の強奪等のトラブルを防止するため、フランス海軍やアメリカ海軍の軍艦が警備を行うなどの対策がなされた。こうした状況下で、ひとしの日本は、使用済みの核燃料の輸送に伴う警備任務を自前で行う必要に迫られ、従来の巡視艦をはるかにしのぐ航続距離と監視機器を完備した船舶を建造することを決め、その結果、四季島が建造された。四季島は、1992年4月の就役の後、同年11月に実施されたフランスからの使用済みの核燃料の輸送に伴う警備に従事し、その任務を全うしたが、この1回限りで、その後は、使用済みの核燃料の輸送自体が行われなくなった。そのため、四季島は、大型巡視船として、通常の海上保安庁での任務に従事することとなり、今に至るが、就役から、30音に城が経過した2023年現在では、かなり老朽化が進行しており、今後晴れ、2名型の4番艦で代替される方向となっている。日本は次期戦闘機開発に着手していますが、新進のテスト飛行終了後話が二転三転する結末。次々機戦闘機を準国産開発するために、現在、イギリスとイタリアとの共同開発計画に参加している。今回は、その3カ国共同開発での XF9 エンジンが使用されるのか、詳しく深掘りしていきますね。F3 戦闘機開発は、加速され非凡に導入されるのか、F35 戦闘機でも、かなりの開発期間がかかっていますし、
やっぱり X2 新進を量産化して航空自衛隊に導入する方が早いような気がするのは私だけ。新進をちょっと大きくして格納部分を増やすと世界最強になるかな。タイトルに関するネット上の意見あれこれを紹介したいと思います。残念ながら使われないよ。日本がイギリスと組んだ時点で、あっちのロールス・ロイス社製エンジンで決定。石川島播磨重工のエンジンで間に合わせるっていうなら、テンペストは、ドックの昔に、FCAS、フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システム、フューチャー、コンバット、エアー、システムに統合されて、フランスのスネクマ社のエンジンを搭載してるはず。すでに予算がついているなんて、当然のことを書いてますけど、そりゃ予算はつくでしょうよ。国会を通ったんだから。F3 戦闘機については、エンジンは、ロールス・ロイス社が主幹になってるから、日本は、圧縮機とか、肝でないエンジン部分の開発や生産を任されるんじゃないか。日本向け以外の F3 には、ロールス・ロイス社が責任者になっているエンジンが採用されるのは間違いないね。日本向け F3 にはオプションとして石張が作ったエンジンを乗せるかもね。日本がどうしても国産エンジンじゃなきゃと主張したら日本用の F3 だけならできるんじゃないかと思います。でもそうなったらロールス・ロイス社のエンジンに石張は絡めなくなるでしょうね。つまりイギリス向けやイタリア向けだけではなく将来的に F3 戦闘機が輸出されるとしても、日本の石張は、蚊帳の外ということになっちゃうんですね。EJ200 のタービン温度が 1550°C という数字は、デビュー当時のもの。勝った。って思うけど、そこで喜んでちゃ、お気楽すぎだよ。日本の IHI、石川島播磨重工にタービンブレードを作らせたら、即解決じゃん。国際開発の中で低中圧のタービンブレードなら作れるというので、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗という低たらく。同じ国として、日本メーカーがその尻を拭くのは当然だろう。ロールス・ロイス社は、トレントエンジンでも高圧タービンは手放さなかった。しかも、高圧タービンは低中圧タービンよりずっと難しかったのに、ロールス・ロイス社は問題を起こさなかったよ。ロールス・ロイスは発表していないから具体的温度はわからない。でも EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は EJ200 より出力 30% 割増し。当然バックにはハイスピードなテクノロジーの進歩があるんだろう。 1550°C という温度は1980年代半ばの EJ200 が開発された頃に叩き出した数字だよ。それから40年も経っているんだけどね。日本製エンジンは使われないでしょう。エンジンは実績が重要。昔よりコンピューターが進化して、今は正確なシミュレーションができるようになったけど、やっぱり実際に使ってみないとわからない不具合はたくさんある。実績が全くないエンジンを戦闘機に採用するなんて、賭けですよね。予算がついたから国産で、となるとは限りません。今までのように、日本は、大金を出して完成品を買うことになるでしょう。もし国産にするのなら、入札か随意契約でとなるだろうし、結果は公示されるから確実にわかるはず。日本製エンジン、当然使われるでしょう。日本では、もう、次期、戦闘機エンジンの製造と、機体設計に、とっくに予算がついてるんです。軍事に関する限り、ニュースでも、利権が絡んだリークや観測気球みたいな記事がすごくいっぱい出るよね。ヨーロッパのサッカー選手の移籍とかサッカー代表監督なんかは代理人が有利な契約ができるようにあることないこと自分側にいい情報を流すけど軍事は動くお金もどでかいせいなんでしょうね。そういう関係のニュースの精度はひどい。こういう嘘に惑わされない方がいいです。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで、日本の IHI と契約締結されてます。予算を紹介してあげると、2021年度は、次期、戦闘機用エンジンシステム、その1、で、契約相手は、
IHI で契約金額は158億円。2022年度は同じくその2のエンジンシステムで、相手方はやっぱり IHI、 契約金額は164億円です。これが次期戦闘機エンジン設計予算から出てるのでちゃんとわかります。IHI が設計したエンジンを次は製造するわけですね。ロールスロイスのエンジンなんて影も形もありませんよ。日本は IHI が設計まで契約済み。今年度は製造にかかるわけです。IHI 以外にどの企業が IHI が設計したエンジンを製造すると言うんですか？イギリスは2027年に EJ200 の実証機を飛ばしてみたらいいんじゃないでしょうか。エンジン性能のネックになるタービンの入り口温度は XF91 の段階で摂氏1800°C 以上を叩き出したんだけど、 EJ200 戦闘機のは摂氏 1550°C くらいじゃないですか。それでどうやったら間に合うって思えるんだろう。日本向けの F3 戦闘機には日本のエンジンを乗せるってことで納得してるんですね。イギリス向けもイタリア向けもそれぞれ自分の国の企業に金を落としたいだろうから、ロールスロイス社は自前のエンジンをつけられるならやっぱりつけたいでしょうね。となったら日本のエンジンのライセンス生産にするとか、タービンブレードとか一部のネックになる部分は日本に作ってもらうかの二択でしょうね。 EJ200 のタービン入り口温度って今は一体何度なんだ？ロールスロイス社は旅客機用のトレントエンジンでも爆発事故とか破損事故とか起きてるんだけど、知らないのかな？解決策として日本の IHI にタービンブレード作ってもらってるわけなんだけど、あんまり知られてないのか。日本の IHI の実証エンジン XF91 のタービン入り口温度はなんと 1800°C。 じゃあ EJ200 って何度なんですかね。イギリスで2027年に飛行させる実証機をEJ200 たす SG インテークで行うって発表があったからでしょうね。日本は製造しようかととっくに提案してるのに、 XF9K 以外のエンジンで一体何があるんですか。イギリスには EJ200 しかないですよね。XG240 戦闘機も実験中という話が聞こえてきたけど、全情報出てこないんですけど。何回も言うけど、EJ260 だってドライ8トン、AB13 トンの非力なエンジンじゃないか。次期戦闘機どうやって飛ばすつもりなんだよ。タービン入り口温度って、ジェットエンジンの推力を増やすボトルネックなんだってさ。だから、そこが何度まで耐えられるのかって質問なんです。さっぱり、数字で答えが出てこないんですけど。ごまかしてる？イギリスで2027年に飛ばすと言ってる実証機は EJ200 戦闘機。だからバカにしてるんじゃない？トレントエンジンのタービンブレードって、ロールスロイス社が作ったものだった。要するに、ロールスロイス社が自力で問題解決できなかったから、IHI が解決してあげんたでしょ。だけどそれをごまかしてません。何の印象操作しようとしてるんですか？そんなに一生懸命になって。高圧タービンは手放してませんって言い張るけど、中低圧で不具合出したのに、ロールスロイスは自分たちで解決できなかったよね。1550°C ならロールスロイスでもできるだろうけど、1800°C 以上になったら素材技術がある国じゃないと作るのは無理でしょ。全くと言って良いほど情報は出てこないんだけど、XG240 はテストを続けているみたい。一応は。日本から高温に耐えられるタービンブレードのテクノロジーを教えてもらっちゃったのかも。どうしたって、日本で次期戦闘機を使い始めるスケジュールには間に合わないんだけどね。イギリス国内向け戦闘機は、自国が作ったエンジン使うだろうから、X240 エンジンにするかもしれないけど。間に合うならねの話だけど。